イオン交換樹脂製ビーズ、カラムなどに詰めて用いられる。イオン交換樹脂、またはイオン交換ポリマーは合成樹脂の一種で分子構造の一部にイオン交換器として電離する構造を持つ。水などの溶媒中のイオンとイオン交換作用を示すが、その挙動はイオンに対する選択性に従う。イオン交換樹脂は主に直径 1mm 弱の粒状で供給。 利用されるが、その他にも繊維状や液状の製品もあり、膜状のものは特にイオン交換膜と呼ばれる。高分子の分子差が網目構造を取るため、水やイオンの浸透が容易であり、活性炭などの吸着剤と同様、大きな非表面積を持つ。最も一般的なイオン交換樹脂の構造は、スチレンジビニルベンゼンの強重合体からなる母体を持つものである。 ポリスチレン調査分子が、ジビニルベンゼンの加境により、立体的網目構造の樹脂を形成する。このためビーズのような形状であっても、その内部には、広い表面積を持つ。イオン交換樹脂はその分子内に、交換されるイオンを放出する元を持つ。高分子であるため、性質上、必要性であり、水に溶けない酸や塩基と見なすこともできる。イオン元の性質により、非イオン交換樹脂と、 影4交換樹脂に対別され、またその回離性により、強酸、弱酸、強塩基性、弱塩基性に分けられる。イオン選択性は状態では過数が大きく重いイオンほど大きくなる。このため、水素イオンと水酸化物イオンで再生したイオン交換樹脂は様々なイオンを水中から取り除く能力を持つことになる。フッ素イオンは 水酸化物イオンより選択性が小さいため、イオン交換しにくい。イオン交換能は、一定量のイオン交換を行うと失われるが、元の交換イオンを含む水溶液に浸しすることで回復する。イオン交換樹脂中の固定イオンと、様々な溶液中の対立イオンとの吸着の差を利用することによって、溶液に含まれた核イオンを分離することができる。主要な用途として、 中性子の分解、脱塩と特定イオン元の回収、除去が挙げられ、化学工業での物質生成などに用いられている。ありがとうございます。